はい、どうぞ。はい、皆さんこんばんは。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。2週間のご無沙汰でございます。今日も夢かと島津健の本音でしゃべれ、しゃべろうの時間がやってまいりました。聞いてくださいませ。よろしくお願いいたします。はい、本日もドリームミュージック合同会社の提供でお送りさせていただきます。皆様からのメッセージやリクエストを今日も、ね、楽しく、させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、はい、今日はゲストさんが、はい、来ております。どうぞ。はい、夢香さん、今日はケンちゃんありがとうございます。ありがとうございます。ゲストに呼んでいただきまして光栄でございます。いやー、ありがとうございます。北川圭さん、はい、ねえ、はい、もう北川景さんがいなかったらここも私知らないところでございますよ。そうですか。本当ですよ。あ、本当、もう前からね、このブラフカン見てねって言って言われてたんですよね。自分が縁がないもんでどうやって見ていいかわからなかったもんね。もうキエちゃんにはもう本当にね、もう昔からのお知り合いで、そうですね、はい、もう長いですね。そうです、はい、あの駅がね、私は寝屋川駅なんですけど、うん、キエちゃんは茅島隣の駅なんですね。はい、で以前からずっとこの方はね、うん、テレビに出ておられたんです。そして私もね、ずっと京都テレビも見てましたし、私はね、サンテレビでございましたけどね、お互いに知ってるんだけど、うん、お会いしてお話したことなかったんですよね。うん、そうですね。お名前はね、夢香さんのもう夢なんですよ。そんなことない。夢香さん言ったらね、寝屋川祭りでね、音頭を取られて、それでもうお名前は私本当に本音あるとこでお会いしましたね。そうですよね。それで夢香さん、あの有名な夢香さんと。いやいや、とんでもございます。いや、もう本当です。ね、生活、まあ歌手が長いだけであって、ね、一個もね、歌って上がりませんけども、血圧ばっかり上がってさ。ね、あのジャジャさん、夢香さんの温度聞かれました。温度、温度で、なんか CD では、ね、あ、そうですね。いや、もう生あったもの、ね、もう有名なんですよ。すごく、うん、あ、ねがま、そうそう、ねが祭り25年ほどやってるからですね。そうでしょ。皆さんね、ねがの方はご存知です。そうですよね。うん、でもやっぱりね、うん、はい、やっぱりあの、うん、演歌、うん、ね、歌謡曲で売らなきゃ。いや、そうですね。ケイちゃん、ケイちゃんも長いでしょ。いや、私はそれほどじゃございません。ね、40年なんでよ。私ほんの十数年でございますか。そうです。だから10年ほど違うね。私は25年ぐらい。そうですね。なっておりますけど、ケンちゃん何年ですか。はい、もう先生に生み出していただきまして10年でございます。私が生み出した。いやいや、その生み出しじゃなくて、おぎや。そうですね。私そこにね、ドリームミュージックに来て、そうそう、ね、10年ですね。あんた、この間ケイちゃんとこで歌うときに、私ね、お母さんって言ったやろ。あ、そうですね。え、いつ、あ、本当やね。冗談。そうそう。あの、気持ちがね、そんな気持ちやね。先生は先生でございますからね。そう。いやいや、そうじゃなくてね、本当にもう親子を、その真ん中にね、私、息子いてますから、ケイちゃんとの間にね。はい。うん。今日もね、一緒にずっといてましたけども、はい、はい、家族で6人、あ、12人か、そね、私そこ12人なんですよ。12人、あの12人産んだわけじゃないです。この女は3人だけですよ。はい、その旦那さん、旦那さんね、孫も含めて、はい、そうやね、そう。ポンポンポン。じゃあ、ね、夢香さんってものすごく面倒見がいいの。ほっとけない。ほっとけないね。あの、困った人見たらね。すっごい。この間の番組もそんな感じで。そんな感じで。そう。ね、震災の方々とか。そうそうそう。なんかすごくもう泣きそうになって、なんかあなたやってあげたいって。ほっとけないね。ほっとけないね。ね。あの、私。ほんで私が物言ったらほっといて、いるやらね。みんなに。いやいや、まあこれ冗談でございますけども。いや、でも、キエちゃんね。私の念願がやっと叶ってくれたね。いや、キエちゃんは絶対私ね、お呼びしたかったんです。いや、本当ですか。はい、ありがとうございます。今日はまた楽しくよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。またよろしくお願いいたします。さて、はい、ということで、まず、こちらにお寄せいただきましたメッセージが来ておりまして、こちらの番組にはメッセージを
ショートメールで SMS で送っていただきたいと思っております。番号を申し上げます。 090-6910-9592 090-6910-9592、こちらの方に、お便り、メッセージお越しください、はい。別にあの何でも構いませんのでね、何でも構いませんのでね、はい、対処させていただきます。3日にね、なんかね、私3日の日にね、うん、ちょっとなんか悪いこと言ったのかなと思って、はい、1日2日来たら、うん、ふざけるなよって、ね、書いてきてるんですよ、フェイスブックにですね、フェイスブックで。あで私自分で分かんないんですけども、うん、もう一回あの聞き直ししたんですね、うん、もしかすると、うん、私がちょっと太った方の方が言 う, そ, う, そ, うそれかなと思います。それぐらいしか心当たりないんですよ、うん、男の方ですよ、うん、ふざけるなってね、喧嘩言ってんのかっていうぐらいで、ね、ええ、何もふざけてませんよこっちは。ねえ、ねえ、ね、まあ、あの多分ね、あのその、うん、あのそういう太ってるっていう言葉多分ね気になる。それがだ、私もめちゃめちゃ太ってましたよ。うん、そんなん全然私なんとも思わないけどね。ね、うん、まあいろんな、ね、いろんな方が聞くからね。受け止め方がね。もしね、それでね、もうこういう気分悪くされました。私ここでね、うん、のね、お詫びいたしますので、うん、ふざけておりませんので、どうかよろしくお願いいたします。ああ、いやいや、いやもうね、うん、自分がね、やっぱりそう、うん、いいと思って、うん、別に悪く、うん、言ってないんですよ、はい、知ってますからね、うん、その方もね、うん、お話もしてますし、うんうん、私なんかもうめちゃめちゃ言われてますよ。まあこれが人間同士かなと思うんです、はい、でも許せますからね、うん、そうですよね、はい、歌詞は歌で勝負する、はい、ということで、はい、最初のメッセージの方が来ております、うん、ありがとうございます、一之丞さんよりいただきました。いや、一之丞さんありがとうございます。メカさん、ケンちゃん、こんばんは。今日は寒い日ですね。暑くなったり寒くなったりどうなっているんですか、この世の中の地震戦争なかったら平和で、暮らせるのに、うん、メカさんはどう、そう思いませんか。思いますよね。メカとケンの本音で喋ろう、うん、元気で頑張ってください、うん、今日のリクエストは久しぶりに秋化粧をお願いいたします。そうでございますか、ありがとうございます、うん、ありがとうございます。風邪をひかないようにしてくださいといただきました。 ありがとうございます。まあ確かにこれはでもね、地震の話しましたけども、うんうんうん、もうこれはもう運しかないんですよ、うん、そうです ね, ね、はい、そう、もうこっちが招いてるわけじゃないし、悟ってもどうしようもないし、ただ備えは必要でございます ね, そうですね。やってますか。何もしてないんで、実はな、あの南海がね来るって言われてますけど、うんうんうん、ボツボツしなくちゃいけないのかな、枕元に大事なものをね、うん、そうそうそう、リックに置いとこうかなって思ったとこなんです、うん、思うよりも先しといてください、はいはい、私も懐、ま、中電灯足元に2つ置いてますので懐中電灯、お水とか必要なものあるで心配。お水はどうでしょう。水よりも水は、まあ、ね、ペットボトルに入れておいたら済む。そうですね、それも入れ替えせなきゃ、ね、3日に入れ替えせなきませんけども、常備、常備の、あと、まあ、そういうバッグがあるんですよね。そうです、ありますね、うん、そこの乾パンとかね、乾パンとか、そうそうそう、うん、そういうのをやっぱりちょっと置いてますけども、うん、持ってい、うん、いけないと思いますよ。ビザとなったら、まあ、2,3 日前もね、ちょこっと揺れましたね、うんうん、2,3 日前もありますよ。そうそう、ちょっとちょっとでしょ。そう、昨日やったっけ。昨日、昨日でしょ。昨日やったね。それとその前です。その前は僕は気づいてた。昨日は知ってる。京都が新藤さん。あ、そうなの、うん、おお、なんか2回あったんですよ、はいはい、うん、昨日と一昨日あったということですか。そういうことですね、うん、はい、私、はい、その前気づいてなかったでしょ。いや、気づきました。私、いや、なケンちゃん、ブラシが揺れましたじゃない。あー、そうです、ね、うん、そう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 、先生がブラシがだんだん揺れたから、うんうんうん、なんかすごい頻繁だな、最近、うん、そうなんです、心配だけどね。京都南に行ってましたから、もう枚方に近い方ですけどね、ちょっと心配ですよね。今東京の方もこう、あの7月に大きな地震が来るよって言われてますよ。信じたくないね。信じてない。そう、もう、いやでもやっぱりね、私お風呂入れないの怖くて、あ、裸の時来たらと思うわ。そう。もうそれだったらもう本当にね、もうけ、私主人とケンちゃんと息子も言ってますけど、みんなおらないとよう入らん。一人で弱だ。いやいや、みんなが。
大丈夫やから入っときやいや男さんみんなね私入るの見られたらこんなみんなが家におってくれたらいや本当それは気持ちでしょうけど ね、うん、実際にもうタオルかけたらどうしようもない、うんもうトイレに入るか風呂入るかやね。トイレかもう4つ柱のあるとこが一番いいんですって、はい、あそうなんや、はいはい、もう4つ柱があったら、うん落ちてきても、うん、そのから狭いとこね、うん、落ちてきても引っかかるから、うん、なんとか命は救えるやろうと、うん、ベシャンとならないわけねそうそうそう、うん、もう下敷きならないからならないこと、ね、いうことと思いますけどね、うんうんまあ、そういうね、うん、言われるのもね、うん、でもトイレの中とかそんな一番安全とか言われてる、ね、4つの橋がねそうですよ あるからね。あるから、ね。だから私トイレ、あの阪神の阪神さんねトイレにおった言ったでしょ。パタッと止まりました。後から私これ聞いてね、自分でおかしくてもう言うかなと思って、でも本当のことでございますね。はいはい、まあ、備えなくちゃいけませんね。そうですね。ちゃんと備えてくださいね。うんうんうん、はい、わかりました。ね、まだただね、まだ石川県の方もまだね、はい、本当にまだね復興何もしてなってませんので、まだその家壊昨日かおとついまた壊れましたね。2階建ての家がドドッと落ちまして、テレビでやってました。はい、ね、すごかったですよ。まあそこ、なんで余震で、そうです。私あのその時また震度3来たんですよね。でそれでも壊れかけておったのがもう全部、ね、まあ、中にどなたもいらっしゃいませんでしたのでね、まあ良かったけども、もう壊れかけてたらもう壊れた方がいいですよね。悪いけど。いやでも危ないからね危ないそうですねやっぱり人の命が一番でしょ、うんうんうん、そうだ ね、そういうことでございましてですね、うん、はい、はい、ということで秋化粧秋化粧、秋化粧、うん、さっき言ったらね、はい聞いていただきましょうか、ね、はい、といえばアンネジュでね、はい、夢かとしめづけ、はい、しめづけ、しめづけさんのZバージョンで聞いてくださいませ、はい、あ、まだ私開けてなかったんで、はい、これから開けます大丈夫です、大丈夫です、はい、お願いいたします、お願いいたします、お祭りの秋化粧
化粧を聞いていただきました、はい、ありがとうございます、はい、いや実はね、うん、けいちゃんね、はい、この秋化粧はですね、はい、あの昭和54年に日本作詞大賞、はいうんはい、素晴らしいじゃないですか、はいはいはい、それでも、うん、あの作詞新人賞なんですけどね、はい新人賞でもそのただの新人賞じゃなくて、はい、古賀正夫先生の特別新人賞をいただいた、はい、うわそんなんなかなかいただけませんよそうですね、うんはいそしてですね、はい、その、うんまあ、あの作詞新人賞じゃなくてこれは作詞ばかりで、うん、作詞大賞ですからね、うん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 その時の作詞大賞でレコード大賞をもらわれた方がジュディ・ヨングさんの見せられて、はい、見せられて、はい、そしてケンちゃんこれ小さい字ですけど見えませんが、はい、作詞の方はどなたですか見せられての方ですか、はいはい、秋陽子さん、はい、有名な、ねはい、秋陽子さん、はい、ジュディ・ヨングさんが歌って、うん、これ全部同じ舞台で、うん、あのいただきましたので、はいはい、素晴らしいじゃないですか、はい、そうですねそして2番目に書いてるのはアメリカ橋でこれ狩人さんが歌われました、うんはい、奥山光信さんですかね、はいはい、作詞がね、はい、作詞ですね、はいはい、3曲目は命燃やして、うん、千家和也さん、うん、でこれが石川さゆりさんの歌ですね、はい、石川さゆりさんのはいでアメリカフィーリング、うん、これがサーカスの方が歌われております、はいこれ辰馬智子さんあサーカス4人サーカスさんは4人で4名です、うん、そうですね、はいはいはいまあ、そういうねあの、うんうん、方たちがもうレコード大賞歌唱賞を取られた方、はいはい、ここでね、はい船歌がありますね八代亜紀さんそうですね船歌もあります、はい9人目で入ってますねそうですね八代亜紀さん入って阿久悠さんでね、うんはい、それで八代亜紀さんが歌われてました、はい、この間ねお亡くなりになりましたけど ね、 本当に残念でございますが、まあ、その中でですね、うん、ずっと、まあ、15名まで乗ってました、うん、それ一緒の舞台で全部あのその、まあ、二礼先生ですね、うん、今の秋化粧の塩路遥先生、うん、その先生の写真もちゃんと私は持ってます、うんうん、今日ちょっと持ってこれなかったんですけどね、はい、その時にですね、うんなんて書いてます私細かいあここが記念新人賞発表って書いてます、うんうんはい、古賀正夫先生の記念で、うんはいはいはい、新人賞、はい、それで、はいまあ、秋化粧ですね二礼、はいはい、道夫さん、うんうんはい、これはあの本名なんですねあなるほど二礼道夫さん、はい、そして私に 秋化粧をくださる時には、はい、あの塩路遥先生の名前でペンネームでくださっております、うんはい、でその時にお二人ございましてですね、うんはいはい人恋岬、はい、これも小林幸子さんのそうですね小林幸子さんとお二方がもらわれたんです、はいはい、だからこれも、うん、のレコード大賞と一緒なんですねレコード大賞で日本作詞大賞いただいて、うんなるほどはい、でこのいただいた方みんなレコード大賞でみんなノミネートされてますのでね、はいはい、この時の作詞大賞が見せられて、はい、で、大衆賞として思い出酒小林幸子さん、うんはいはい、で親父の海も大衆賞でございました、はいうん、で作品賞がロンリーウルフそして作品賞がとしてアメリカンフィーリング、はい、特別賞として、これは夫婦心中、はい、道連れ、はい、でございました、はいはいはい、でこの中でレコード大賞が見せられて、うん、そして最優秀歌唱賞が思い出酒でございましたそうですね、そうなんやこの時に司会されたNHKの方ですかこれこちらはですね、しか山川静夫さんという方ですね。山川静夫さん、はい、はい、もう有名な NHK の方ですよ。ね、スターですよ。あのそうですよね。はい、まあこれね、うん、昭和54年ですからもう随分30年前、うん、となるのかどうでしょうね。その時にね、この秋化粧ね、うんはい、今 歌ったのは私たちですけども。はい佐藤宗幸さんがその時は歌われたんです、はいはいはい、だけど作詞大賞をいただいてますので、はい、佐藤宗幸さんは作曲だけなんです、はい、あなるほど、はいはいはい、それでいただいて、うんまあ、キングレコードとちょっとうまくいかなかったのか、うん、世に出すことはなかったんです、うん、それで長年、ねねはい、寝かしといて、はいまあ、まあ30年ぐらい、はい、それで私と出会って、はい、先生が私にぜひ歌ってくださいということで、はい、でもそれ素晴らしいですねそういういいの作詞をいただくいうことがなかなかないですもんそうですね、うんあのうん、この方ですね、うん、二礼道夫さんは、はい、今までで作詞されて、うん、もう世に出たのが、うんうん、旦那様あ旦那様知ってます、はい、私の大事な旦那様、三宮和子さん、はいまあ、それとか、はい、あの
4つのお願い、あ4つのお願い、はいはいはい、それから宮古晴美さんの宮本坂、いやいやいや違うの、好きになった人、あ好きになった人、その作詞も全部その先生、うん、あそうですか、はい、おお素晴らしい、だただ名前がね、うん、この名前ででは出てませんでしたけど、あなるほど、二礼道夫さんでは出てません、なるほど、はい、まあそういうのも割とありますからね、うんうん、あなるほど、はい、だから私はまあ自分の代表曲としてね、うん、今でも歌わせて、私が作詞作曲したわけじゃなくて、うん、私はもう先生からいただきましたので、うん、素晴らしいで東京のね、うん、クラウンでレコーディングいたしました、はい、あら、はい、そうですか、でも10月3日に発売だったので、はい、もうその時もう同時にカラオケ入りました、そのね、うん、秋月賞のポスターがとっても素敵ですね、今日は流されないんですか、ね、昨日ね、夢香さんのね素敵なポスター、私も昨日のね、はい、ね、今日ね、はい、あれも素敵ですね、うん、私も女優さんみたい、あのポスターだけで、うん、ずいぶん CD 売れたんですよ、あ、うん、今でもね、はいはい、お店で貼っていただいてます、はいはいはい、ポスターだ、そうでしょ、はい、盗まれますでしょをあれはまあね、私が持っていったんですけど、うん、その CD をね、うん、聞いたことない方でもそれで買ってもらいまして、はいはい、本当にやっぱりポスターって大事ですね、大事ですね、本当ですね、もちろん中身歌もね、うん、大事ですけど、もう全く知らない方は、はい、やっぱりポスター見て、うん、やった買ってみようか、うん、この人が歌ってみようか、夢香さんのあのポスター見て惚れ惚れとしてそうじゃないですか、もう10年前もっと20年前ですね20年前でございますが、ジェジェさん見られました、いや、ね、赤い、そう、赤いね、素敵でしょ、ものすごく、すごくいいポスター、いいポスター、ね、メイカメラマンが撮られたでしょ、あれメイカメラマン、ね、ここにね、ここにゲスト来てくれましたよ、ね、あの方でしょ、あの方でしょ、ね、この間の時にね、うん、陛下の言葉言ってくれた、そうそうそう、いう方でしたね、関先生ですけどね、関先生、はい、先生、有名な関先生です、まあね、うんうん、こうやってケンちゃんのもね、うんうん、島津健さんのも、はい、また木田垣ちゃんのも、うんうん、ね、はい、どんどんと、うん、そうです、ね、売れていってほしいですね、はい、はい、そうです、うんうん、そしてね、うんうん、今日ゲストでね、うんうん、来ていただきまして、はい、もう本当に、ね、はい、今日誰かなと思ったけどもね、嬉しかったです、いやいや、ごめんね、私うっかりでごめんなさいね、 LINE で行きますって言ったのが行けてなかったので、ついてなかったんですね、ごめんなさい、はい、そして今日は何を聞かせていただけるんですか、今日は北の桟橋を聞いていただきたいです、これ何か思い出あります、あ、思い出はないんですけどね、私滝野英一先生ね、素敵な先生やからね、その方が作ってくださるっていう言われたので、先生がね、その一つだけ条件がありますよって歌うのに、うん、あまりねがなり立てないでね、うんうん、歌ってちょうだいって言って言われたんですよ、うんうん、それでこれこんなこと言うていいかな、北側だから北の桟橋にしましたって先生がおっしゃったんですけど、それはちょっとね、か分かりませんけど、そうおっしゃってくださいました、うん、いやでもそれはいいと思いますよ、あ、そうですか、うん、なかなか心こもってると思いますね、北川さんだから北の桟橋にしましたっておっしゃったんだけど、まあ、ファンの人にもそれ言ってください、忘れないから、はい、あ、そうですか、ね、じゃあ、そうです、北川さんあれ何やったか、北川さんだから北の桟橋だって、すぐ分かりますもんね、じゃあ宣伝してもいいかな、そうですよ、もう今全部やってますじゃん、今言っちゃったけどもいや、それいいと思いますよ、よろしくお願いします、それでは北川さんのね、キケイさんの北の桟橋聞いてくださいませ、はい、よろしくお願いいたします、未練の涙、
からくり不思議合わせあなたを断ち切るすべもないせめて教えて行き先をはがきでいいの叶うならもうとっても風景もいいし、はい、ありがとうございます。いいじゃないですか。はい、ありがとうございます。やっぱりおしとやかな感じ。はい。本当おしとやかですか。違いますよ。違うの？はい、お電話でございます。私は。本当？はい、活発でございます。いや、私は男って言われてるからね。はいはい。ケンちゃん。そうそう。いや、そうそうって失礼ケンちゃん。あなた失礼じゃございません。いや、いや、そんなことございませんよ。言わないでんですよ。いや、おっさんやん。おばちゃんやん、あんた。もう先生となるとね、やっぱりね、気象はね、そういう形でないとやっぱり起業できませんから。社長だから、うん、そんななよなよしてたらいかないじゃないですか。でも私はイメカさんすごく女性らしい方だと思ってます。わかる？はい、わかります。プライベートでね、お話しするときにね、端々にね、この方女らしいなって私、本当？これは失礼やけど、可愛い方だと思うときあるんです。言ったでしょ、この前。本当？うん。だから、それは社長だから仕方がないじゃないですか。ね。ケンちゃんそうでしょ。真の女性よね。あ、そう。真の女性。はい。じゃあ、真の女性。なんか悪いこと言いました。いや、ね。いい悪いですか。ちょっと真の女性じゃないですか。悪いこと言いました。いや、私のこれは褒め言葉でいいのよ。ね。いや、そのうちにね、もう私も今本書いてますのでね。そうでしたね。もうちらっと。ケイちゃんにも言いましたけどね。そうです。ちらっとお聞きしました。私も。舞台でやりますのでね。はい。やりましょう。はい。ニメカス。今もう東京の方も動いていただいてると思いますが。5歳の女の子から舞台に上がってくるの。生まれちゃいましたもん。あ、そうです。もう本当にね。これ絶対実現したいなと思うんですよね。そんなないですもんね。関西のね、歌手の方たちと一緒にね。そうですね。ミュージカルを入れて。ケンちゃんがおっしゃってましたよ。早くしてほしいって、この前。私の顔見て言ってるような早く。くたばったらあかんない。そうそうそう。そんなこと言いません。まだ若いんですか。なんでまだ若いんですか。そうですよ。そうです。まだ大丈夫でございます。キーちゃんも笑ってる場合じゃないですよ。そうです。私も、いつ何時のムーブでございますけども、頑張ります。みんなでやりました。やりました。はい。本当にね、ある舞台でね。そうですね。やりたいと思いますのでね。さて、ケンちゃん。はい。島津健さんでございますが、はい、あんたいつなったら紅白出るんですか？一番目で、一番目でもいいから、一番目にそんな紅白出ない、まだの話が、やっぱり歌手は皆さんね、そうね、そこ目指して、もうそういう望みをね持って活動されておられると思いますよ。そうですそうです。もうあかんと思ったら本当に飽きませんもんね。そうですね。やっぱり夢は大きく持ってね。そうです。早くレコード会社を早く大きくして、そして上にねなれるように頑張りたいと思って。それにはケンちゃん行動が一番大事でございますよ。だからどうしようか。こたつに入って早く大きくて何も大きくならないからね。ならないです。こたつに入ってねチョコレート一食をつまみながらね。そんなことないですけどね。本当やね。はいはい。
羽ばたいてくださいよ、はい、頑張りたいと思っております。けいちゃんもね、はい、まだ若いんだから、はい、そうです。けいちゃんはいつもおっしゃってますもんね、会社を大きくしたいって、私に、うん、口だけ大きく言うたらダメよ、うん、でもやっぱりこの家庭がね、うん、そうです、あの自分がこう、うん、私もやってきた、うん、あの5歳の時にね、ヤグラを見ましてね、ボードみたいにヤグラ見てね、うん、あのおっちゃんみたいに歌いたいなと思ったが実現できましたからね、うん、そうね、やっぱり5歳の時やから45年後に実現したんですよ、うん、私でも素晴らしい、それ、はい、その間にはいろんなことをもう東洋医学もやりましたしね、いろんなことやりました、おでん屋もしましたしね、はい、21歳でね、うん、屋台やったんですよ私、屋台のおでん、どんなものもうおでん、それから湯豆腐、いろいろ自分で作って、はい、うんうん、おでん習いに行きましたからね、へーすごい、はい、21歳 で屋台も作って、大工さんに作ってもらって、で屋台で腰掛けたら税金かかるんですよ、うん、椅子にだから立ち飲みです。ああそうなんですか。そうなんです。 お店でも、はい、椅子がなかったらいいんです。全然知らなかった私も、あのそれをね、うんうん、あのまあ、税務署から言われましてね、うんうん、あだったら椅子取りますわ、うん、言って、はい、知らなかった。あそうなんや。で警察の方も時々見回りに来てくれる宮古島の大東町いうところでしたけどね、やりましてね、もう本当お客さんすごく鍋持って買いに来てくださって、わ、すごいね。どのくらいされたのか、それで成功したので、うん、私は三月になってから梅田に私はアルバイトに行きました、うん、歌手の方がやってるお店に、うん、やりましてね、うん、その時に、まあ、私の連れですね、もう来ないと、うん、まあ、21歳で結婚したの連れなんですけどね、一人目のまあこれは本音で喋ればいいじゃないですかね、悪いことしてませんね、はいはいはい、それで、まあ、半年ぐらいこうね、はい、続けてやってくれてたんです、うん、そして雨降ったら客来ないですよね、屋台ですからね、はいはい、そうですね、そら、うんうん、それだったら客来ないから飲みます、うん、はいはいはい、うん、雨降ったら飲む、うん、でお客さん来たらお客さんに飲まされて飲む、うん、もう本人は飲んでばっかり、うん、ほんである日私が、うん、ね、帰って必ずお店の帰りにね、うんうんうん、屋台見に行くんです、うんうん、ないんですよ、あらあら、そして私の住まいのところで、はい、マンションのところでね、うん、みんな集まってるんですよ、はい、で12時頃帰ってどうしたのって言ったら、うん、屋台がなくなってるよ、なくなってるんですよ、うん、どうしたことですか、どうしたことです、本当本人もいないの、あら、逃げたの、一人目が逃げたんじゃないんですよ、道路に真っ黒くなって、まあ、家の前におるんですよ、はい、本当本当なんです。それで私はね、夜中にね、2時間探したんですよ、はい、そしたら真っ黒になってびっくりしたんですよ、家の前にドブにはまって、はい、飲んで酔っ払っちゃって、はい、落ちたわけ ね、あの時にね、ほんとこんなに言ったら何もしんどけんかったんやでも、ものすごい腹立ったんですよ、お金かけて屋台して ね、もうおでん習いに行ってね、そらそうです、朝早起きてねやってほんでもっと起きてきたからびっくりしたんですよ、ドブにはまってるから臭いの臭いの、うんうん、もう冬毛やけど水かけましたからね、本当にものすごいそういうことがものすごいいっぱいあったんですよ、波乱万丈、波乱万丈、今はね、もう今日あとね、まあ、あと、はい、うもう21ですから、はい、まあ50年後ですね、はい、そうで、こういうな風になりましたけども、はい、ジャズさんのところでこうやってねラジオ番組させていただいておりますけどもね、そんなことがありました、いや、はい、波乱万丈ですね、その時にですね、うん、私ね、うん、どこにおったか言ったら、うん、梅田のお店にね、うん、歌手の方のところにいましてね、で私に、うん、まあ、歌手になるんだったら勉強しなさいよって言われまして、はいはい、で一人男の方がおったんです、はい、22歳で、はい、そしてその時22言うたらもう遅いって言われたんですよ、あ、歌手として、はいはいはい、ほんで私は21でしたからね、はい、うん、もう私も遅いのか言うて断念したんですよ、あらあら、でもしょうがないから1回目のもね、ほんまに死にかけた旦那さんとずっとおったんです、本当そうなんですよ、
そう、いろんなことがありますね。ジャジャさんもあるでしょ、いろんなこと。なんてジャジャさんに振るんですか。いや、ものすごい覚えてます、もう子供の頃から。あ、そらそうだね。全部覚えてます。すごいですね。すごいですね。でも健ちゃん、ゆかさんがすごく頭のいい方やね。そうですね。そう、私感心するだけじゃない。感心することがある。あ、お話聞いてたら、あなたゲストなのよ。いやいやいや、でも私はゲストじゃない。感心することがある、お話聞いてて。いや、ゆかさんすごい頭が回転の早い方やな。うん、遅いですよ、遅いですよ。さっき桟橋のさん、きれいやったらなきれいやったら言うてたぐらいやからね。でもいろんなお話聞いてそう思うわ、私は。あ、うん、まあまあまあ、こっち、あっちこっちこっちぐね、うん、テレパシーがすごい、はい、すごい方ね。多分ね、いろんなね、小さい時からいろんな人と出会ったりしてたから、そうですね、そうそうそう、いろんな方で経験したから、そうですね、もう普通にアンテナいつも立ててる、そうですね、そうだと思う、そうそうそう、先の先だから、まあ今回はね、屋台失敗しましたけどね、あの本当にね、泣くほどの失敗、死にたいほどの失敗ないんです。あ、この70年間、はいはい、まあ、正直今70年間ですね。はい、そうですね、生まれてから、もう本当ないんです。ない、はい、あのソロバン学校も600円だったんですよ、私が子供の頃は。ね、1ヶ月の月謝が。それも払えなかったから、子供7人でしょ。ね、それからね、田舎の子3人読んで10人、それから両親12人の所帯でしたから、ほんで私とこ今12人になってるんですよ、子供も子さんみんな入れたら、そう、入れて、入れて、親も入れてね、ケンちゃん入れて12人ですよ。あの、ゆめかさんのお話聞いたんですけどね、ゆめかさんのお父様が、あの、本当に困ってる子供さんがいたらね、ほっとけない方だったんです。そうなんですよ。それがゆめかさん今もう、あのね、いていられるね、困ってる、それびっくりした、そのお話聞いて。大の大きいのがドンと私も入ってきましたけど、この子ケンちゃんが入ってきた時はちょっと親族会議しましたのでね、やっぱり子供と違うから、まして歌のうまい子が入ってきたんだから、ドーンとかごしながら、それでみんなで親族会議しましてね、まあお母さんがね、あの、なんとかね、紅白まで上げてやろうと思うんだっていいじゃないかって、子供はね、なるほど、やっぱ娘たちが、お子さんもみんなね、理解してくださいまして、大事にね、うちの主人がね、やっぱりドロドロになった主人じゃないですよ、主人がですね、ね、あの、理解してくれたらね、やっぱり家族がやっぱり了解なかったら無理です。そうですね、今日もさっきまでね、息子と一緒にいてましたからね、はい、まあうちの家族のことはもういいでいいでございます。ケンちゃんですよ、ケンちゃん、歌、はい、今頑張っております。ゆめか先生に作曲していただきました。はぐれカラスの旅の中でございます。まだまだこの歌頑張りたいと思います。いつまで歌うのこれ？いやいや、ずっと歌います。もう大好きでございますのでね、この歌だけでもいいんじゃないかというぐらいでございますけど、今年も新曲がまたいただいておりましてね。ここでまた聞いて。ガラッと変わってね。もうこの、そうですよ。本当にガラッと変わってね。ケンちゃん、茶髪せなあかんよ、茶髪。茶髪？茶髪。赤茶髪？茶髪。それでは、はい、島津健のはぐれカラスの旅道中、聞いてくださいませ。旅のカラス
押しは明日への夢さ、俺の行く道風次第、どんな試練も耐え忍ぶ、いつか破竹の勢いで咲かす男の グレカラスの旅道中、聞いていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。夢ヶ谷さん、私いつも感心するんだけどね、ケンちゃんのこの歌聞いて、最初のね、はっていうのがものすごく印象にあるので、お上手すぎて。あれはどういうふうにして、あれはやっぱりケンちゃん難しかったでしょう、ね。難しかったです。もうやっぱり田舎から出てきてますからね。なかなか生にというか、はとか、うん、がとかね。私、田舎でがっていうのが普通だと思ってたんです。はいはいはい、がって言わないと、そうですそうです、標準じゃないんですってね。そうですよ、まあ、歌はやっぱり優しく、うん、きついとこもあるけども、うん、本当は優しく、うん、癒すっていうことがまず歌は条件なんですよね。あのリズムに乗って早、はい、歌でも癒されるんですよ、うんうんうん、その時にガーガー言ってたらガーガーね、ね、なるほど、春ガーとか言ってた。なるほど、中には巻き舌の方もいらっしゃいますけど、あれはもう禁句ですよ。あ、そうなんや。温度も終わったら別ですけどね、はい、ええ、その時にね、ハ、うん、とアを2つは、うん、あの発声してくださいっていう感じで、うん、なるほど、はい、そうしたらハは腹、うん、からですね、はいはい、ハってこうハハハハいうのハですわ、うん、はハっていう、あ、なるほど、はい、それを練習を、大変だったでしょう、はい、その歯は。そうですね、もうこの最初の、うん、もう若旅者でございますから、うん、先生に本当に君、うん、あの指導していただきました、うん、いやでもあくまでも指導する側は、うん、歌はケンちゃんに上手い方、そうじゃないんですよ、うん、歌い方を指導してるだけであって、うん、やっぱり声によって違いますから ね、うんうん、同じ声は出しませんよ、うん、あなたら、うん、もう本当に誰かが言ってありましたね、うん、親感謝しなさいよって、はい、あ、なるほど、もう声持って生まれた声は親に感謝です、顔の骨格で歌の艶が違うんです、うん、あ、ケンちゃん横向いて、横、うん、こちらカメラ画面上で、うん、はい、この鼻から口にかけての、うん、この、うん、顔、はい、カッパ、ま、いや、カッパでゴリラ顔なんです、ゴリラ顔、あ、そうなんですか、そ う、 そういう人 は、 はあの、うん、声が前に当たるんです、はい、歯がこうなってるから、まっすぐ当たったら、うん、声が、うん、あのビブラート効かないんです、はあ、ビブラートというのがエコーが効かないんです、口の中でエコーをかける、はい、うん、だから、うん、そこへ持ってマイクを通して歌うから綺麗に発声ができるんです、うん、はあ、ただ、なるほど、うん、私たちみたいに、うん、もう歯の出てない人、はい、受け口の方もいらっしゃいます、うん、そういう時は訓練でできます、うんうん、あ、なるほど、はい、そうですか、もう最初、うん、その代わりね、うんうん、島津健さん声は大きい、歌の声は大きいけど、喋、うんうん、るのが小さい小さいんですよ、そうなの、最初私と初めて会った時に
本当に蚊が鳴いてるような声いや本当にもうテーブル一つやらないけど聞こえないんですよ、はいはい、それで何も大きな声でね、うんうんまあ、例えばお店で、うん、お店してたら、うん、いらっしゃいませ、うん、ありがとうございます、はいうん、これが大きい声で言わないと分かんない、うんはい、それと一緒で、うん、歌が何も聞いても、うんトークの時とか、うん、お客様と話す時、うん、その時はね、うん、聞こえるように喋らないと、うん、自分だけ満足してたらダメなんです。だから私はもうこれマイク通ってるんですけども、うん、はっきりと話すんです、うんうんね、素晴らしいですね。やっぱり心の声を届けられるということはすごいことだと思います。心の声、心の声、心の思ったことちゃんと言えてるから地声がしっかり出るし、ね、私あそうでさようでございますかって言ったら内巻きになっちゃうじゃないですか。中に閉じこもったような感じ。それが心でオープンに綺麗に美しく喋れるって素敵なのよあんた。それでさ、ケンちゃんそれで喋るのよ。もうみかんケンちゃんで喋ってくださいよ。ずっとねえ、喋って。なんか閉じこもったみたいな感じじゃなくて、しっかり喋った方がよろしくてよ。ねえ、そうですね。そうです。これからそれで喋って。わかりました。わ、うん、かりました。ちょっと難しいよね、うん、自分の声作るのって。また自分と戦ってるわ。自分の声を探してるのよ。うん、なるほどね。ね。ねいやでもね、あの、うん、こう変化があっていいじゃないですか。そうですね。そうですね。あの、うん、本当に一、うん、あの、うん、ラジオまあラジオ、うん、テレビですけども、うん、テレビでも、うん、みんな座ってトークしてるでしょ、うん。面白ないのもありますよね。そうですよね。どうしてジョーク言わないのって私は思うんやけど、ねこうしゃ喋りながらね、こうやっぱ大阪人でしょうかね私。そうだよね。典型的な。いややっぱり笑いってすごくいいでしょ、はい、そうだそう大事大事、ねうん、大大事、ね、ゆうちゃんもそう大阪人でしょ。あ、あなたは私はまだうんそう何年でも大阪の方が長いかな、ね、あの滋賀県で滋賀県ですよね。20歳くらいまでいたでしょ、うん、でこちらで、うん、こちらの方が長いですね。そうね大阪の方がそうね、うん、大阪人ですよね。そうですそうです、ね、で私は生まれが一岡なんですよ、うん、大阪の、うん港区、はい、一応か、はい、本当ですか、はい、それで宮古島で育ったんです、はい、じゃあ大阪人、本当は大阪人です。あ両親は奄美ですよ、はい、鹿児島の、はいはいはい、その県人会も行ってますけど、はい、生まれたのはこちらで、はい、大阪で港区で生まれたんです。だから通りで納得いたしましたわ私は。あなんでですか、大阪人の本質をお上手やもおしゃべりが、あ、大阪弁、うん、うん、すごくお上手やもん、うん、ほんまかいな、うん、あのあの今隠しておられますけどね、あの上手ですよすごく、うん、いやそら、うん、大阪でもいろいろある河内、河内弁は、うん、お前何とるんやって河内弁はね、まあ、私一番きついとかよく言われない。そうなんです。そうなんです、うんうん、私一番最初に結婚して住んだとこが、ねうん、東大阪なんですよ、うん、あ、東大阪、はい、かあそこは中川地というんです、うんうん、それで枚方の方が北川地、うん、あなるほど、それからまあ大東、あ、はい、市場なんて、まあ、ねああああね、あの枚方は北川地、うん、それで大東、うん、東大阪、うんね、その辺は中川地、うん、そしてあの八尾、うん、あの辺は南川地、うん、っていうんです、はい、僕は東大阪は好き、うん、ラグビー場あるところそこにおったんです私。あそうですか。僕はもうあの近代いた時に、うん、布施の辺でよく行ってたんでしょ、ええ、そうもう毎日布施取ってたから。あそうなんですか。そう、うん、あのなね、うん、のせね、のせ、ええええ、だから深谷橋住んでて、ええ、深谷橋の時ある、ええ、深谷橋ありますね、深谷橋ね、はい、であの布施の商店街、商店街、はい、商店街、はい、うんうん、あれもう毎日自転車取ってたんですよ、あそうそう、毎日も4年か、あそうですか。だから東大阪もすごいフレンディで、うん、うん、あの好きなんでしょう、そうなんですか、うん、東大阪に私13年住んでました。あすごい、花園ね、ラグビー場じゃなくて花園ね、河内花園、ラグビー場の手前です、うん、花園で13年間おった、うん、はい、そもう駅から歩いて2分、うんうんうん、もう小さい家買いましてね、うん、今でもそこに住んでいただいてるけども、うん、まあ隣の方がね、はい、はい、
もう引っ越しも13回しましたので生まれてから、ね、生まれてから一応だから三国行ったりあちこち行って、まあ、でもやっぱり親が行くとこ全部行かなあかんからね、ついていかなあかんからね、すごいです、あちこち、あそうなんや、はい、まあね、うん、まあ時間がないですけども、はい、ということで、もう一曲、はい、あもうかけていただけるんですか、じゃあゆめかさん、はい、私恋して神戸聞いてて、恋して神戸、恋してこれはまた色気のあるね、タイトルでございますね、うん、でもこれは色気じゃなしね、若者の歌なんですよ、若者の、うん、若者たちの恋人が、あの未来に向かっていきましょうっていう歌なの、いいですね、いいです、うん、明るい歌ですよ、ものすごく、それでは聞かせていただきましょうか、はい、よろしくお願いします、はい、はい、タイトルどうぞ、恋して神戸聞いてください、巡り会えてもそれきりなんて悲しすぎるわ、男と女、あなただけが私のすべて、今日も愛が泣いている恋してこう来ました、ところありがとうございます、ありがとうございました、まあね、うん、これからね、うん、はい、あの、うん、もう本当に暖かくなりましたので、そうですね、うん、もう風邪ひくことはないかなと思いますが、ね、あの春になったらまたいろんなね、体のだるさもありますけど、はい、皆さんね、はい、本当に健康に気をつけながら、はい、ね、楽しい人生を送ってくださいませね、はい、皆さんね、はい、そして私たちはまた3月の1日でございます、1日でございますね、はい、皆さんとまたお会いしたいと思います。うん、けいちゃん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それではお別れのご挨拶を、はい、また来月までごきげんよう。さよなら。グッバイ、グッバイ、グッバイ。ありがとうございます。